はい、ということで清宮幸太郎選手 RTTS 続きやっていきたいと思います。清宮選手は今談笑中ですね。はい、ちょっとこっち向いてほしいなって思うんですけど、で今はね、やっと 3A に上がることができましたね。ん？ 3A ね、合ってるよね。そう、 3A に上がることができて今7月ですね。8、9、まあでも結構残り少ないんで今年中のメジャーはいけるかどうかというところですが、まあそこは僕の頑張り次第ということでね。はい、早速試合の方やっていきましょう。さあ、初っ端から守備ですね。頑張っていきましょう。ちょっと、ね、守備面の評価もね、しっかり上げて、なんとかメジャー最速で上がりたいというね、願いはある。これは今、ゲッツー狙えるなら狙いたいと。はい、セカン。あ、そう。はい、ナイス。いいですね。さあさあさあ。アベレージは今3割7分5厘。そう、まだ上がってね、3日目ぐらいかな。ちょっとね、若干難易度が上がって、あんまり打ててない感じはありますね。あとね、装備品がね、結構しょぼいですけど、やっと全部揃いましたね。あ、やっちゃった。やっちゃいましたね。そう、やっとね、装備品全部揃ったんですよ。ブランド全部バラバラですけど、早くね、アディダス一色にして、グローブもね、ローリングスにしたい、そんな気持ちがあります。謎のバックホーム。さあさあ、さっきはちょっととてつもないフライを打ってしまったが、しっかりとボールを見極めていきたい。これは R。 今のはね、振らないとね、やっぱ初球からね、どんどん振っていかないとね、結果は出ませんって、ちょっと学んだ気がする。あー、落ちろ。あ、落ちない。結構苦戦ですね。結構苦戦してますよ、これは。ストライクボールが多いからな、ちょっとまあなんとか振ってきたい。これはボールだね。この視点、前作あったかな。結構個人的にすごく見やすいですね、ボールの軌道が。なんかプロスピと違ってボールの軌道がちょっと見にくいね、イメージが僕の中にはあるんですけど、この視点は結構ね、あ、ボールだなっていうのは結構わかる。振っといて。初球はさっき変なところ振りましたけどね。いや、いいですね。顔が似てる。このバット強いんですよ。コンタクトとね、パワーがプラス7上がるんで。ダイヤモンドダイナスティかなんかのね、イベントやってもらった記憶があるからね。ぜひね、イベントの方も結構やってみたらいいんじゃないかなと思います。ダイヤモンドダイナスティね、やりたいんだけどね。むずすぎて。あと今作に関してはまだ全然ね、戦力が揃ってない。WBC のね、イベントもちゃんと進めないといけないんだけど。これはセーフやな。うまいどんまい。ここは打って返そうと思ったけど、もう8回で5点差ですね。もうここはとにかく一発狙いで。いやー、でも左ピッチャー苦手なんですよね。うん、悪くない。ベリーアーリーって書いてあるけど。俺にしては悪くない、うん、いいよ、見えてる見えてる。ナイスセン。僕は昔ナイスセンのことをナイスセンスだと思ってたんですけど、選球眼のセンなんですね、あれ多分。多分。ちょっとやばいって打撃が。負けちまったぜ。はい、最近打撃不振ですね。なかなかホームランがね、トリプル A か、トリプル A からね、打てなくなる。なんなんだろうな、すごい投げ方するな、この人。縦カーブめっちゃ曲がるやん。縦カーブ難しいよね。ここら辺に来るかなって見えるけど、すごいここに来る。ちょっと打ちづらいな、この感じ。前長い。ピッチロック違反ですよ。全然落ちてこなかった。お前が、まあ、打てない分はね、ちょっと守備で貢献していきたい、なんとかね。エラーエラー、あ、でも 1回目でちょっとエラーしてたな、そういえば。 OK、 ノーアウトやないかい。これどっちだ、1、2塁か。じゃあゲッツーっすね。いける、よいしょ。
間に合え、快快快快、危ない危ない危ない取って満足してたわ、危ない危ない、まあいいでしょう、よかったね、いやよかったのかなシュッて投げてからちょっとボーっとするちょっとボーっとするんだよね、まずいよね、これビッグボスだったら切られてる、ね、ビッグボス守備大事にしてるからね、今回は普通にファーストで良さそう、いいや、走らせ走らせ、オッケー、問題はね、バッティングですよ、しかも僕が打たなくてもね、勝っているっていう、え、ってか、我々下のチームだよね、もらってない、マジか、今のは行ったと思ったんだけどな、何が行ったんだぐらい行ってなかったいや不審ですね、またダブル A に、おっと落とした、落としちゃったのに、ファー落としたとあれまあこれはひどいですね、落としたと思わなかったから二塁に押してたから二塁に投げたけど、まあそうなるよね、いやちょっとミスはねバッティングで取り返したい、まだ投げてんのかあの人すごいな、あでもまだ5回だ、5回、まだよっしゃー、これは言ってくれないと困るよマジで、オッケー、やっとホームラン打てたよ、嬉しい、ちょっとホッとしてますね、追加点をねもぎ取ってやりましたよ、まあちょっとさっき守備で至らない点があったからね、ちょっと至らなすぎる点がねあったから、オッケー、まあ、ちょっと確信ある気がなかったね、パーフェクトだった気がするんだけどな、まあいいか、さあさあさっきみたいなことはねないようにしたいね、左バッター深め飛んできそう、おい来た、おい来た、おいぶち来い、ういやっぱフィールディングのねパックつけた方がいいかもしれんな、うん、まあね、さっきの感じ見ると肩もちょっと問題ありそうだったからな、いろいろ組み合わせはねちょっと悩ますよね、パワーにね満振りするのもありかもしれないやったら飛ぶなみたいな、ボール球だぞこれ、マジか優秀ボール球持ってっちゃったね、そうもう能力的にはね、バッティングの能力的にはもうメジャーで活躍できるぐらいもあるからね、いやさすがですね、ドインコースボール球あそこまで持っていくという怪力具合、いやさすがです、オッケーナイス、マジナイスこれは確信歩きなんかい、さあさあさあ8回ですね、今んとこホームランをね2本打ったのかな、調子が上がってきましたね、ちょっと慣れてきた、うわぁ今のも持ってかないとダメだよねえ、アウトですねこれは、9回ですね、まあゲッツーで試合が終われそうな雰囲気、俺に来るんかい、俺に来るんかい、ゲッツーといかなかったけどまあまあまあ詰め寄るっていう、よし勝ちましたね、オッケーオッケー、いや早くねメジャー行きたいからね、どんどんやっていこう、どんどんいやーどんぐらい打てばね上げてくれるかね、エラー数とかも加算されるとちょっとまずいな、もう2個ぐらいしてるからね、ヒエインコースね、あそこ苦手なんだよな、さあまだ均衡は破れていない、2回だからね、オッケーオッケー、ナイス、正面正面、いいね、いやしかしファイターズもね今ちょっと現時点では結構負けが続いてしまってね、その中でもね佐々木くんからね万波くんがヒット打ったりとね、まあ嬉しいことも少しずつ増えててね、これ俺取れないかまあちょっと期待したいところではありますが、まあ、あとファイターズファンの中でやっぱね、なぜ今川さんを使わないんだっていうね論争が起きてますね、まあオープン戦のね打率めちゃめちゃ良かったからね、やっぱりちょっとねファンとしては使ってほしいなっていうところはありますけど、
あの人結構さ、あのポカするとき多くない？なんか塁出た後に なんか変なんでアウトになるとかさ、ちょっとそういうイメージはちょっとある。なんかいいことあった後にポカすタイプみたいな。まあ守備もね、なんかちょっとビッグボスの求めるとこまでは行ってないのかなっていう。あ、入るんかい、入るんかいっていう気はしますよね、なんか、うん。まあでもどうせ勝てないなら使ってもいいじゃん、ちょっとね、僕みたいな素人は思っちゃうけどねえ、やっぱりね、どんどん調子いい選手は使っていった方がね、まあ、あの子がね打つとやっぱりチームもねすごく活気づくからね、やっぱりあの笑顔とね、あの前向きさとすごく好きですよ僕は。てかよく入ったなこれ、てか君も取れたろ多分今まあ取ってくれなくてよかった、負け取るがや。そうね、新生ファイターズどうなるかですね。全然悪くないとは思うんですけどね、メンバー的には。うん、すごくいいっすよね。なんか期待が、すごい期待を持たせてくれるメンバーですよね。うん、まあこちら清宮くんもしっかりですけどね、清宮くんもねすごくいいですよね本当に。打ち方綺麗だし、もう打てないのが不思議なぐらい、うん、まあ、それだけプロの世界はねすごい世界ってことですね本当に。今だとね SNS とかですごい言われたりするから大変だよね。おっ、おっ、全然状況を見ていなかったが、これは一つでいいね。うん、OK、ナイス。いやー、早くローリングスのグローブ欲しいな。清宮君も野村君もねローリングスだよね、二人とも。 OK、マンチューは今年からウィルソンとかにしてたっけ、なんか変えてましたよね前はね、アンダーアーマーってね。あー、ちょっと今のは仕留められなかったのかな、ちょっちゅねーだよねちょっちゅね、うわこれは抜けるだけかな。うん、だよね、スピードが44、いけるか不安。オーケー、スピード44はやばいな。キオ結構速いと思うんだけど意外と。まあまあいいでしょう。ノーアウトランナーなしですね、はい、普通に取ってこう、普通に。今年はどこが優勝するかな。え、なに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 これ、なに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 、知らん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 、取った、しかも、え、何今の、怖っ、新システムびっくりしたわー。ということでね、まあいいファインプレーが出たんでここで終わろうかなと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございます。今後もね MLB ザショーの動画アップしていきますので、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。それでは。